ベラクルス包囲戦、ベラクルス包囲戦、ベラクルス包囲戦は、米北戦争で、メキシコの重要な海港都市ベラクルスを包囲した戦闘である。1847年3月9日に、アメリカ軍の大規模海陸共同作戦で始まり、3月29日のベラクルス市の降伏と占領で終わった。アメリカ軍は、その後内陸のメキシコシティに向かって進軍した。 モンテレーの戦いとブエナビスタの戦い後、メキシコ北部での戦いは下火になった。ザカリー・テイラー将軍の占領軍大半は、モンテレーの戦いアドウィンフィールド・スコット少将の指揮下に移れた。スコットとワシントン DC の他の交換たちは次の行動を実行した結果、ベラクルスで上陸すれば、内陸への進行地点を確保できるということで合意した。メキシコ軍情報部は、 アメリカ軍がベラクルスを攻撃する作戦であることを前もって知ったが、政府内の構想で無力のままであり、アメリカ軍が攻撃を始める前にぜひとも必要な援軍を送ることが来なかった。アメリカ空に遠征軍、ウィンフィールド、スコット少将本国戦隊、デイビッド・コナー海軍准将、マシュー・ペリー・スコットは、その遠征のために特別の上陸用集艇を要求し、 ジョージ・エム・トッテンがフィラデルフィアで建造した。ベラクルスは当時西半球では最強の要塞と考えられていた。フアン・エステバン、モラレス順将が4390名の守備隊を指揮し、ベラクルスを守る、次の3つの砦に入っていた。アメリカ陸軍と海軍は3月早くにベラクルスに到着した。スコットは敵の守りを調べ、この街は、 大砲の砲撃だけでは落ちないと判断した。スコットは、ベラクルスの南3マイルのコラド浜を上陸地点に選んだ。ワース指揮下の正規軍第一師団が上陸結構に選ばれた。コナーの艦船は、浜から90ヤード、80メートルまで近づき、必要ならば、援護射撃を行うこととされた。3月9日午前3時半、特殊上陸用艇に乗った第一師団が岸に、 小ぎ寄せた。主力軍が浜に迫ったその直前に、一隻のキング、カッターより小型の艦長用の艦載船が突進し、ワース将軍が肩まで来る海中に飛び込み、水中を歩いて浜にたどり着いた最初のものになった。ワースの全師団が発砲も銃弾を受けることもなく上陸した。その初日の23時までに、スコットの全軍が岸に上がった。アメリカ軍が行った、 最初の大規模海陸共同上陸作戦は成功した。パターソンの師団は岸に上がると北方に降軍して町の完全な包囲を始めた。パターソンの敗下ギデオン・ J ・ピローの旅団がマリブランでメキシコ軍機兵隊を撤退させ町の水供給船を遮断した。クイットマンとシールズの旅団が包囲を破ろうとした機兵隊を駆逐することができた。3日後にアメリカ軍は 南のコラドから北のプラヤベルガラまで7マイルの包囲線を完成させた。嵐が吹いて、スコット軍はしばらく工場砲を陸上げできなかった。その間に行為軍は町からの突撃隊やゲリラ攻撃に悩まされた。フアン・アグヤヨ大佐が嵐に紛れて、アルバラドの守備隊をベラクルス入れた。パターソン将軍は街を強襲で取るべきと意見を述べた。スコットは、 そのような考えを拒否し、100名以上の兵士を失いたくないと言った。3月18日、大砲が到着し、スコットは持てる戦力でウルアトリデではなく町の防御力を下げられると決断した。3月21日、コナーの副指揮官であるマシュー・ペリー海軍准将が、バージニア州、農法でアセス・ミシ,シッピの修繕を終えて戻り、コナーと戦隊指揮官の地位を交代した。 ペリーとコナーは、スコットと会見して包囲戦における海軍の役割を協議し、ペリーは、艦船から水兵が操作する大砲6門を工場に使うことを提案した。騎士では、ロバート・イーリー隊員の指示で町から700ヤード、630メートルの位置に砲台が築かれ、陸軍と海軍の工場砲が据えられた。3月22日。 モラレスがスコットからの降伏要求を拒否し、アメリカ軍砲台は砲火を開いた。メキシコ軍の砲台も正確に押収したが、アメリカ軍の損失はほとんど出なかった。コングリーブロケットが防御側に打ち込まれ、サンチを取り出に火をつけたので、メキシコ軍砲手はその陣地から退いた。メキシコ軍の士気が落ち始めた。3月24日、パーシフォーカイスミス巡将の旅団が、 アントニオロッペスでサンタアナが軍を率いて、メキシコシティからベラクルス救援に向かっているという報告書を携えたメキシコ軍兵士一を捕まえた。スコットは、ウィリアム・ S ・ハーニー大佐に百名の隆起兵をつけて、サンタアナがやってきそうな接近路を探らせた。ハーニーは、約二千名のメキシコ兵と砲兵隊が遠くないところにいると報告し、援軍を要求してきた。パターソン将軍が、 志願兵と隆起兵の混成部隊を率いてハーニーの救援に向かい敵軍を追い払った。スコットはこのような報告を受けて包囲戦に辛抱できなくなり死への襲撃の作戦を立て始めた。3月25日、メキシコ軍が幸福条件協議のための休戦を提案してきた。メキシコ軍士官は女性と子供を死から出すことを懇願した。スコットはこれが 遅延戦術だと考えて拒否し、砲撃を継続させた。3月26日、モラレスの副指揮官、ホセフアン・ランデロイコスが、その指揮官を降伏の不名誉から救うために介入し、侵略者との休戦を要求した。3日間の交渉が続いた。3月29日、メキシコ軍は公式に、ベラクルスとウルアトリでの守備隊の降伏を認めた。その日、 アメリカ国旗がサンフアンでウはアりの上に翻った。サンチューヤの砲撃でベラクルズが降伏し、メキシコの東海岸はアメリカ軍の支配に入った。スコットはその損失を最小にするという約束を守り、戦死者は13名に止まった。スコットが統制できなかった他の要因として大熱病があり、その軍隊を犯し始めていた。しかし、スコットはすぐに、 ベラクルスには少数の守備隊を残し内陸に進攻する作戦を立て始めた。最初の標的はハラパだった。その過程でスコットはセルロゴードの戦いでサンターナ率いるなりの軍勢に遭遇することになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。